省エネ法に基づくラベリング制度の理解と活用。これは省エネ法に基づくラベリング制度の理解と活用のカリキュラム全体像です。各省の科目、狙い、主な内容及び主な対象者を示しています。各省の対象者は販売部門管理者と販売員等の欄で示されており、二重丸が必ず受けることを想定し、無印は希望により受講することを想定しています。